ワット・プラシー・サンペットは、大のアユタヤ県、アユタヤ市にあるアユタヤの王の遺骨を収めた三本の仏塔を含む仏教的施設である。夕暮れ前のワット・プラシー・サンペット名称には、ワットと関しているが、実際は寺院ではない。名称は古吉城活物寺院程度の意味である。この寺院に立つお寺は、歴代のアユタヤ王朝の王のうち三人の遺骨が収められているが、 アユタヤの王が仏と、同一視されたのでこの名前がある。伝説によればこの地にはもともと、アユタヤ王朝の創設者、ラーマアティボーディ一世によって宮殿が建てられていたと、する。後のトライローカナートの時代になると宮殿が移築され、この地は、王専用の仏教儀式の場となったという。さらに時代はおり、ラーマアティボーディ二世の時代、現存する仏塔のうち東側の2つが建てられ、 それぞれラーマーキボーディ2世の父であるトライローカナート王、前日ラーマーキボーディ2世の兄であるボーロマラーチャーティラーと3世の遺骨がそれぞれ収められた。この後ラーマーキボーディ2世が放御すると3つ目の仏塔が建てられその遺骨が収められた。大きな破壊を受けた他の仏塔遺跡と比べ漆喰などが当時の状態を よく保存しているため、アユタヤ時代の建築がそのまま見ることのできる貴重な遺跡である。ありがとうございます。